縮毛矯正の荷材のやり方をやっていきます。ホイップ状の荷材を使っているんですけれども、アルコールを使いながら浸透させていきます。たっぷりです。何度もしつこく全体につけてなじませていきます。アルコールを使いながらさらに浸透促進をさせていきます。荷材のスピードアップですね。ホイップ状の荷材にはシャンプーが含まれてますので、このままシャンプーをしていきます。シャンプーを流したらウニヤマジェルソルトというトリートメントをつけていきます。パーマの荷材で補えなかった部分をこちらで酸化促進させてしっかり定着をさせていきます。チェンジリンスをしましたらタオルドライをしてですね、タオルドライをして今度はピンクスパイダーというトリートメントをつけていきます。髪の深い位置にピンクスパイダーをスタンバイさせておいて、そこにお湯をつけることによって高分子化スタートします。それによって疑似キューティクルが作れます。お湯を何度もくぐらせながら髪の隙間の穴埋めをしていきます。タオルでくるみながら全体にお湯をかけて浸透させていきます。浸透させ終わりましたら、最後に水溶性のシリコンを全体につけて流さないで終了という形になります。この後に乾かしてスタイリングという形になります。